はい、どうも、ご視聴ありがとうございます。ルイボスです。今日もね、あつ森やっていきたいと思います。はい、ということで、今日はなんですけど、ちょっと私友達と、っていうか、フレンドとね、あつ森とかやってて、ちょっと、これあるしょぼい網とかあるじゃないですか。しょぼい網とか、しょぼいスコップとか、しょぼい釣り竿。こういうので普段僕やってたんですけど、中で普通のスコップがあるらしいんですよ。まあ、それだけなんですけど、これの取り、そのレシピの取り方がちょっと僕わからなくて、まあ、初心者っていうのもあるかもしれないんですけど、しょぼいやつしか知らなかったんで、しょぼいやつじゃなくて普通のやつがね、取れるよと、はい、いうことを聞いたんで、それをね、ちょっと簡単に紹介しようかな。知らない人はね、もし、よかったらぜひ見てみてくださいということで、これですね、はい、サヌポートの、相変わらずマイル交換。これをね、普通に使える道具レシピなんですよ。これ3000円。はい。これだけの話なんですけど、耐久性に優れた様々な道具6点の DIY レシピ集となっておりますと。はい。もうこれ買いましょう。3000円で。これも序盤に交換しておくといいですね。これすごく。やっぱしょぼい、そのスコップとかね、そういうのだったら、やっぱ耐久力がね、なさすぎて、すぐ壊れてしまうんですよね。ただこれをやることによって、あ、来たー。壊れにくい、しっかりした作りの道具レシピを覚えた。材料集め、はかどる予感と。これ、だいぶね、変わるんですよ。これ出てもうたな。出なくていいか。しょぼいやつより、だいぶね、耐久力が上がるんですよ。で、そんなに壊れ、多分実際使ってみたらわかると思うんですけど、そんなに壊れないんですよ。私もフレンドにもらって使ってたんですけど。全然壊れない。仮にレシピをちょっと見ると、さあ DIY で、これかな、普通の石の斧とかね、木材とかね、材料はちょっと鉄鉱石とか、ちょっとええもん使うようになるんですけど、鉄鉱石は結構めんどくさいかな、と思いますね。ただかなりね、耐久力が、おかげというか、さすがに材料を使うだけに、結構のね、耐久力になります。で、なかなか壊れないんで、ぜひね、こちらの方、早めに買って、新しい、いい材料でね、やった方が、何度も何度も作り直して効率が悪いよりは、だいぶね、効率よく、アイテム集めとかね、素材集めが、はかどるんじゃないかなと。はい、思います。簡単なレシピ、買うだけのレシピですけど、もし知らなかった方は、ぜひね、ゲットしてみてください。3000マイルですと。はい、いうとこで、本日の動画はここまでです。もしよろしかったらね、チャンネル登録、高評価、ぜひぜひよろしくお願いいたします。あつ森のね、動画なんかもどんどん上げていきたいと思います。はい、ってことで、また次の動画で会いましょう。バイバーイ。動画を見てくれてありがとう。もしよろしければ、チャンネル登録ボタンをポチッとよろしくお願いいたします。またねー。